武装スクールバスに乗っていた犯人を尋問し、私は意外な情報を耳にする。犯罪者の間では私は賞金首になっているという。どうやらスピードマックスは私に賞金をかけたらしい。つまり奴らは本気で私を潰しに来たのだ。今後はさらに厳しい、そして激しい戦いになるだろう。レッドホークが現れたことで西海岸の状況は一変した。スピードマックス傘下の集団は次々と検挙され、西海岸の治安は取り戻されつつある。これが束の間の勝利でないことを誰もが確信していた。しかしそんな俺たちの気持ちを裏切るかのように謎の集団がハイウェイを占拠したという連絡が舞い込んできた。記憶。お前たち計画は順調なんだろう。それなんだが、もう少し待ってくれないか。最近こっちに現れたレッドホークが思ったより手強い。ここのところ毎日のように仲間が捕まっている。東ではバンダースナッチもやられている。言い訳はいい。だが今度の進行計画に支障をきたすことは許されない。失敗したら物資の供給を断つだけだ。総帥からも言われている。総帥が？それは困る。何とかしてくれ。ならばレッドホークを血祭りにあげろ。そうすれば総帥も思い直してくれるだろう。スピードマックスと思われる暴走集団が現れたとの情報があったわ。我が物顔でフリーウェイを占拠し、過激な暴走行為を繰り広げているわ。州警察やバーミリオンスワローが蹴散らしに行ったけど、帰り道にあったわ。見たところ古い車で武器も見られないけど、現状の状況から油断はできないわ。スピードマックスといえば暴走集団のボスのような奴らよね。相当手強い相手であることは間違いないわ。気を引き締めてかからないとね。我々が応援に駆けつけている今がスピードマックスを捕まえるチャンスだ。フリーウェイの解放もしなければならない。頼んだぞ。レッドホーク出動。Thank you.
も油断しないでね。見つけたわ。本当に警察なのか。こんなにやるなんて。悪党に情けは必要はないわ。必要なのは平和を守ることよ。裁きを受ける。弁護士を呼んでくれ。法による裁きを受けさせてくれ。法による裁き。裁きを下すのは法だ。何人？誰？どうしたのアリシア？ぼんやりしてる場合じゃないでしょ？分かってる。危険よ。ここで引き下がることは間違いよ。なんでそんなに意地を張るの？アリシア、深追いはやめなさい。黙っていて。ロバート。ロバート。今私ロバート思い出したの。ロバート、ロバートウィルス、私の最愛の人。スピードマックスとの戦いの中、私は記憶を取り戻した。私が愛していた男、ロバート・ウィルス。彼とは将来を誓い合った仲だった。そして私がバンダースナッチに敗れたあの日、彼もまたそこにいたはずだった。死んでしまったのか。どこにもいなければ誰もロバートのことを知らない。スピードマックスメンバーを逮捕したことで彼らの本拠地が判明した。決戦の日は近い。だがその前に確かめなければならない。
アリシアはロバートの記憶を取り戻した。だがそれは新たな疑問を生み出した。ロバートは今どうしているのか、そして彼は今生きているのか。全てを胸に抱き、彼女は司令室をノックする。ハイブリッドヒューマン。失礼します、司令。アリシアか、なんだ。司令はロバート・ウィルスのことをご存知ですか。彼のことを思い出したのか。ええ、やはり知っているんですね。彼は今どこで何をしているんですか。生きているんですか。教えてください。彼は今日本にいる。日本に？どうして？日本の WSP チームブルーウィングの創設にあたり隊長に志願したのだ。日本ではまだ凶悪犯罪への備えが不十分だ。経験豊富な彼の申し出は快く受理されたよ。レッドホーク壊滅から間もなくのことだ。彼と連絡を取らせてください。彼の声が聞きたい。彼にはお前は死亡したと伝えられた。ロバートはお前が死んだと思っている。そんな、なぜそんなことを。お前が生還したことは WSP の中でも極秘事項だったんだ。この俺ですら死んだと聞かされていた。お前が彼の記憶を失っていたことも上層部にとっては都合が良かったようだ。これ以上は俺も知らない。今話したことが俺の知っていること全部だ。一体何のためにそんなことを。隠していて悪かった。俺もお前が思い出さないのをいいことに。このまま忘れていければいいと思っていた。俺が洗いざらい話したのはうじうじ悩んで任務に支障が出ては困るからだ。気持ちを入れ替えて任務に臨んでくれ。誰に言ってるのかしら。私はレッドホーク隊長アリシア・マスタースの。WSP 上層部からスピードマックス壊滅の作戦命令が届いた。前回の事件で幹部を捕まえチャンスだと判断したんだろう。説明頼む。了解。今回の任務は州警察スワット、バーミリオンスワローなどの各部隊との合同作戦になるわ。州警察が敵本拠地を包囲しスワットが一斉攻撃を仕掛ける。そこから逃走する奴らを捕まえるのが私たちの任務よ。どうしたのアリシア。すんなり行くとは思えないわ。相手はあのスピードマックスなのよ。確かに本拠地ということもあるし何かあるかもしれない。いくら敵の戦力が落ちてるとはいえ油断は禁物だな。隊長の言う通り
十分注意して任務に臨む。今まで以上に危険な任務だが、頼んだぞ。レッドホーク、出動。突破して逃げた奴がいるわ。追いかけて。遊んでる暇はないわ。アリシア、あれを見ろ。戦闘ヘリ？そんなものまで持っているなんて。ヘリの相手をしてスピードマックスのボスを逃がしたら元も子もないわ。スピードマックスの車両を最優先に叩くわよ。了解。了解。じゃねえ。お前ただの人間じゃねえ。ハイブリッドヒューマンか。ハイブリッドヒューマン。そうか。知らないのか。他にも面白いことを教えてやろう。あんたアリシアだよな。あんたの愛するロバートが死んだよ。なんですって。日本で任務中に死んだのさ。日本にいる皇天のメンバーに聞いたんだ。間違いねえ。かわいそうにな。お前に会いたかったろうね。ロバートが死んだ。バカな。そんなバカな。
ピードマックスとの戦いについに終止符が打たれた。スピードマックスのリーダーは確かに言った。ロバートは日本の地で命を落としたのだと。ロバートのことを思い出し、これからという時に。しかし悲しみに暮れている時間はない。武器商人光天が残っている。さらに気がかりなことに、ハイブリッドヒューマン、その一言が私の頭から離れない。西海岸に平和が訪れた。アリシアはこの機会にとある場所に行くことを考えていた。ハイブリッドヒューマン、自分自身、2つの関連性を確かめるため、彼女を瀕死の状態から救ってくれたベルトリッチ博士の研究所に向かっていた。ベルトリッチ研究所。世界的な遺伝子工学の権威、ヒューバート・ベルトリッチ博士。私を救ってくれた人。ハイブリッドヒューマンについて何か情報が得られればいいけど。アリシア、聞こえる？大変よ。こちらアリシア、どうしたの？光天らしき一団がベルトリッチ研究所に向かっているわ。何ですって？光天がなぜベルトリッチ研究所に？研究所に向かっている車両は重機車両が複数台。まさか連中、研究所を破壊しようというんじゃ。そうかもしれないわ。どちらにしてもこのまま行くと確実に勝ち合うわ。そうなれば戦闘は必至。今の装備でやり合うのはかなり危険よ。光天が現れたこのチャンスを無駄にはしないわ。やれるだけやってやる。
ってなさい。光天の車両を退け、研究所を守ることができた。しかし研究所にベルトリッチ博士の姿はなく、結局情報を得ることはできなかった。光天はなぜ研究所を襲ったのか、ベルトリッチ博士が何か知っているかもしれない。一連の事件に関係した人物が研究所にいたのだろうか。西海岸の平和は突然打ち破られた。謎の組織スカイギルドによって彼らは政府に無差別テロを宣言。まず西海岸を標的とすると予告したのだった。飛行部隊の出現、軍のコンピュータ停止、今動けるのは WSP だけだった。スカイギルド、アメリカ国民よ、我々はスカイギルドである。今人類は明らかに超えすぎた。数は溢れ、文明は堕落を呼び、そして母なる大地を汚した。神は母なる大地を守るため私を選んだ。神に代わり裁きを下す新人類として、よって我々は神の怒りを代弁する。世の全ての人間を粛清する。かりそめの栄光は今日限りだ。我々は全てを、全世界を無に帰す。旧人類諸君、裁きの瞬間を震えて待つがいい。沿岸部に所属不明の機構部隊が上陸。スカイギルドの部隊ね。軍のホストコンピューターはコンピューターウイルスに侵され、復帰にはもうしばらく時間がかかりそう。私たちがやるしかないわ。私たち以外で動けるのは一部のスワットとバーミリオンスワローだけ。すでに作戦は立てられ、私たちは敵本体を直接叩くことになってるわ。ターゲットは武装ジープが数台、どれも強力な武器を搭載しているわ。都市を制圧するには不十分だけど、テロをアピールするには十分な戦力ね。今までの暴走集団を相手にするのとは訳が違うわ。厳しい任務ね。過酷な任務だが必ず生きて帰ってこい。頼んだぞ。レッドホーク出動。
一台しっかり倒していかないと大変なことになるわ。慎重にね。見つけたわ。会話終わった。スカイギルドは進行を諦め引き上げていった。戦いの後、私たちはスカイギルドの情報収集に追われていた。少ない情報源ではあったが、概要はつかめてきた。スピードマックスとコーテンに指示を出してきた全ての主役の根源である。コーテンをも裏から操作していた謎の組織とはスカイギルドだったのだ。突如動きを見せたスカイギルドを退け、一息ついたレッドホークに休む間もなく新たな情報が入った。スピードマックスを裏で操っていた武器商人コーテンの本拠地が明らかになったのだ。進行。任務はコーテン本拠地の強制捜査とボスのグレッグちゃんの逮捕。情報の出どころは匿名の民間人だけど、情報部がすでに裏付けを取っているわ。グレッグちゃんは近日中にアジアに戻ってしまうらしいので、チャンスは今しかないわ。ターゲット車両数ともに現在のところは不明。
相手の胸椎での操作となるので私たちに分があると思うけど、相手は武器商人と言われてる連中だから今まで以上に注意してちょうだい。交点を抑えることができればスカイギルドへの物資供給も断たれるだろう。頼んだぞ。レッドホーク出動。グレッグちゃんが出てきたわ。グレッグちゃんは検挙され、交点は壊滅した。交点からの物資供給がなくなったことは、スカイギルドにとって大きな痛手に違いない。以前のような大規模な侵略を起こすこともないだろう。私たちレッドホークもようやく東海岸に戻れそうだ。グレッグちゃんの逮捕により、事件は一応の決着を見た。だが、
スカイギルドの組織自体はまだ健在だ。決して全てが終わったわけではない。そして未だ私の脳裏に焼き付いて離れないこと、ハイブリッドヒューマン、何一つとして分かっていないが、重要な手がかりを含んでいる気がしてならない。その答えが出るまでは私の戦いは終わらない。司令、お呼びですか？ああ、アリシア、紹介しよう。日本からやってきたミスター松平だ。彼は WSP 日本支部、ブルーウィングの隊長だ。今回日本での任務が一段落したので、彼の希望でアメリカのチームで研修することになった。当面レッドホークのメンバーとして活動してもらう。よろしく頼む。松平です。よろしくお願いします。アリシアよ、よろしく。ブルーウィング、確か隊長はロバートだったのでは？ああ、だがロバート隊長は殉職された。そして俺が後任に選ばれた。そう、そうだったの。ロバートとあなたの関係は聞いているよ、アリシア隊長。アリシアでいいわ。その、何と言ったらいいか。いいのよ、気を使わないで。でもあなたの口から殉職したと聞いても、私には彼が死んだとは信じられない。必ずどこかで生きている、そんな気がするわ。実は俺もそんな気がしてるんだ。それよりアリシア、あなたに会わせたい人がいる。私に？本人の希望で日本から一緒に来たんだ。ベルトリッチ博士だ。ベルトリッチ博士？博士の希望でお前と二人だけで話をしたいそうだ。俺とミスター松平は席を外している。ごきげんよう、アリシア。久しぶりと言っても覚えていないか。はい、ですが博士が私を救ってくれたことは聞いています。感謝しています。私は大したことをしておらんよ。優秀な医療スタッフのおかげだ。ところで、その後体調はどうだね。何か変わりはないかね。はい、むしろ以前よりもいいくらいです。うまく説明できないのですが、感覚が研ぎ澄まされているというか、頭が冴えているような感覚を時々感じます。うん、事件後の決意がそうさせたのか。興味を持ちたくなる事象だな。博士、
私も博士にお伺いしたいことが。日本に行っているとは知らずに研究所を訪れたんです。私にか。以前逮捕した暴走グループの一人が私を見てこう言ったんです。ハイブリッドヒューマンと。それが何なのか何も分かっていませんが、言葉通りハイブリッドなヒューマンなのであれば、遺伝子工学の権威である博士が何か知っているのではないかと思い、善悪の観点から見た場合、人間は2種類に分けられる。至極単純なことだ。犯罪を犯すタイプか、そうでないか。博士。まあ聞きなさい。より正確には、犯罪を犯しても平気なタイプと、犯罪など絶対に犯さないタイプだ。多くの者はその中間だがね。我々はそのいわば良心と呼ばれるものが特定の遺伝子による作用であると発見した。ということは、犯罪者になるものは生まれつき決まっている？いや、必ずしもそうとは言い切れない。後天的な刺激要因で脳がこの遺伝子の影響をどれだけ受けるかが確定するのだ。つまり、たとえ犯罪しない遺伝子を持っていたとしても、結局はその後の人生で犯罪者になるか決定されるのだ。しかしだ、研究の結果、この遺伝子の持つ判断を絶対の価値とする方法を生み出したのだ。つまり、この遺伝子を善の方向で操作すれば、全ての後天的要素を排した善人になれる。だからこの操作を全ての人に施せば、全ての人が絶対的な善人になる。すごい。それはつまり犯罪者をなくすことができるということですよね。そうだ。そしてさらに、思わぬ副作用も得られることも分かった。副作用？人間が能力を暴走させないために、脳が能力を抑えていることは知っているな。ええ、人は本来持っている力のわずかしか使えないという。そうだ。だがこの遺伝子はそのリミットを外すことができる。要するに、人間の能力を引き出せるようになるのだ。部分的ではあるが、我々はその理論を完成させた。そしてハイブリッドヒューマンと名付けた。
あとは結果をこの目で確かめるだけだった。そこでイングマルが自ら実験台となったのだよ。イングマル？私の甥だよ。スカイギルドのリーダーといえばわかるかな。スカイギルドがスピードマックスやコーテンの黒幕的な組織なのは知っていると思うが、今アメリカ全土を襲っている混乱の元凶とも言える男だ。博士の甥イングマルが全ての元凶。イングマルとあなたとの間に一体何があったのですか？甥は優秀な科学者で私の助手だった。我々は共に先ほど話した遺伝子の研究をしていた。私はそれを絶対遺伝子と名付けた。イングマルに施した手術は、施術自体は成功した。しかし絶対善になるはずが、イングマルは絶対悪と化した。そして絶対悪のハイブリッドヒューマン、イングマル・ベルトリッチが誕生した。そしてイングマルは研究所から姿を消し、やがてスカイギルドが誕生したのだ。すべての混乱の原因は私にあるのだ。私がそのハイブリッドヒューマンに見えた。君の卓越した運動能力、反射神経、ドライビングテクニックなど、それらを見て人間を超えた存在に見えたのかもしれんな。そうでしょうか。いずれにしてもその件は、私にはそれ以上のことはわからん。そうですか。博士、ありがとうございました。ハイブリッドヒューマンが何なのかが分かっただけでもよかったです。そうか、それはよかった。では、私はこれで失礼します。アリシア、私の研究に反対していたお前に、まさか私自らが施術することになるとは思ってもおらんかったよ。しかし見ておれんかった。自分の判断ミスで仲間を死なせてしまい、自分は生き残ってしまった。正義感の強いお前のことだ。警官を辞めるだけならまだしも、
死んでしまうんじゃないかと心配だった。私にできたのは忌まわしい記録を取り除くことと、決して判断ミスをしない完璧な人間にすることだけだった。許してくれ、アリシア。私の愛しい娘。